じゃあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いいんです。ということで今日はガタガタ55さんにとりあえず車の方を、ね、取材させしてもくださるみたいなんで、皆さんぜひお付き合いの方よろしくお願いします。まず一番最初にこのアルファード、16年結構古いんですよ車で、距離がもう16万キロかな。車って僕車やってるんですけど、車をきれいにすればある程度はその古くは見えないかなっていうところ、でその一つがやっぱヘッドライト、プラスチックなんで黄ばんでくるんですよ。それを定期的にヘッドライトを磨いてあげると車全体が多分映えて見えます。この車10系のアルファードになるんですけど、 2.5 と3リッターとあります。でこの車は V6 の3000になります。でなんでこの車を買ったかっていうのがですね、僕実は結婚してたんですよ結婚してて一応ファミリーカーとしてアルファードを購入してたんですよね。でちょっと結婚って難しいですね。なんか長く続かんかったみたいで、ちょっと離婚の方をしまして、でそれから車中泊カーっていう形で一応アルファードの方を今作り込みの方をしました。今サイドイってむちゃくちゃ多いじゃないですか。やっぱ車で住めるってすごくストレスフリーでいて、一つ考えてるのは災害カーとして車作りを今やってるんです。車中泊としてもやってます、もちろん。でこの車の作り込みのポイントが、これ8人乗りなんですよ実は。もともと今5人乗りにしてます。2列目のシートが本来ここにあるんですよね。2列目のシートがあるんやけど、それをもうレールから取っ払ってます、この車。本来レールっていうのがこうあって、そこにシートがこう、つくやつがある。それを取っ払ってる状態で、今、だけ2列目を外して、3列目だけを残します。で、家庭用の布団をもう常時引きっぱなしの状態ですね。なんか割り箸出てきたよ、これ。なんか割り箸出てきたよ、これ。なんか割り箸出てきたよ、これ。そう、家庭用の布団をこうやって引いてる状態。で、レールが多分こんな感じでレールがあるんですよ。この車は、1、2、3、4、5、5人乗りになる。8人乗りから買って5人乗りに変えた状態で、やっぱこの車で何を伝えたいか、今僕は YouTube チャンネルをやってるんですよ。チンスタイルっていうので YouTube チャンネルをやってます。車中泊をやりつつ、そのみんなに災害カーってどうですかっていうのをお伝えしてるんです。やっぱこういう車で、家族がいればの話ですけど、家族みんなでその3人ぐらいやったら普通に住めるじゃないですか。この状態で僕一人でも全然住める状態なんです。だから今車中泊カー兼災害カーとして YouTube で配信をしている形。で車中泊の一番の、ポイントがあって、寝るのは当たり前じゃないですか。で水と光と火っていうこと、この3つがあれば絶対人間って1週間生きれるんです。なんでお前1週間って思うやないですか。その1週間っていうのは1週間後には救助隊が来てくれるんですよ。ほぼ確率的に1週間生き延びれば救助隊が来てくれる。じゃあ1週間生きれる車を作ったらいいじゃないですか。じゃあ水の部分で、保存するのにクーラーボックス、あそこにあるクーラーボックスを1つ、あと光っていう部分、夜に光がなかったらものすごく怖くないです、じゃあ光をじゃあ LED ランタンとかで作る、火があればお湯が沸かせたりとか、あったかいものができたりとか、温かい料理が食べれたり絶対できるじゃないですか。火の部分、ガスコンロで、これもミニガスコンロにはなるんですけど、僕結構推してる US700 っていうユニフレームから出てるやつ、結構簡単に着火までができるんですよ。でこういうのを置いて料理をしたり。ジンさん、ちなみにこれってお手製ですか、こういうのは既製品であるんですか。僕もともとキャンプが好きで、これキャンプ用品なんですよ実は。スノーピークっていう会社が出してるアイアングリルっていうテーブルになります、でスノーピークから出てるそのセットをこう自分で中身全部入れ替えれるんですよ。これをつけたいあれをつけたい、だけどコンロじゃなくてもいいんですよ。こう
ベタのテーブルでもいいし、はいはい、うん、何か収納を入れたりとかでもいいし、で車中泊とか災害をやっぱ皆さん考えるんであれば、うん、火を使うイコール消火器、これは絶対に置いとかないか、そうですね、うん、じゃないと火が起きてからじゃあ、うん、絶対人間って対処できんやないですか。でこれ1000円ぐらいで売ってるんですよ、ホームセンターとかで売ってます、うん、でこれを開けて火が出ましたって言ったらシュッてやれば消えるから、じゃあこれを車の中に僕2本実は置いてるんです。だって1本じゃ足りない時って絶対あるわけじゃないですか。でましてはこうやって布団を引いてたら、うん、じゃあその布団を出すかこういう消火器でシュッて消すかっていう、うん、だから2本一応入れてます。僕キャンプ系をちょっとキャンプ系でキャンプが好きって言ったよね、うん、だからその災害だけをその一つに考えておくとやっぱりどうしてもその面白くなる、はっきり言って。だからキャンプギアをこうやって置いたりとか、やっぱ男心をね、やっぱくすぐる部分でこういう風に LED のランタン、キャンプを結構やられてる方ってあの淡い光ってやっぱ好むんですよ、こういう風に芝生な、芝生じゃないけど芝生とかがあったら、あのこれスノーピークの椅子なんですけど、チェア、うんうん、それを出して座ると。で車中泊の車で一番気をつけとかないかんのが、こういう乗用車タイプのやつってあのハンドアにやっぱせないかんじゃないですか。後ろのこのゲートをパンって開けた時にライトって絶対ついてるんですよ。ここにロックがあるんですよね、このロック。あ、使ってって今ロックしたじゃないですか。これで今ハンドアからハンドアがなくなる状態になります。もうちょっと時間、うん、今消えたでしょ、うん、うん、これ今ハンドアじゃない状態になって、結局ドアが閉まってますよって認知になるから、え、なんでお前スライドドア開いてんじゃんと思うじゃないですか。スライドドアが開いた状態やったら普通ハンドアの認知をするじゃんって。けどじゃあなんでスライドドア開いてる状態でハンドアの認知をしないのっていうのが、ここ見てもらったら分かるんですけど、黒色の突起物こうあるじゃないですか、これハンドアのあのスイッチなんですよ。ハンドアのスイッチって裏からあのカプラー外したら認知しなくなるんです。だから車中泊をしてるとき、キャンプをしてるとき、両側のスライドドアを開けてゲートを開けて、ゲートの方はロックをかけて、あのハンドアになってない状態。だからこの車今電気が使われてない状態だから絶対バッテリーが上がらない状態なんです。サブバッテリーを積んでない車ってバッテリー上がりがやっぱ一番怖い。でましてはね、その山奥とかキャンプ場とかやったらブースターを繋ぐこともなかなか、だから自分たちでこういう風にちょっとしたアレンジをする。あのもし今車中泊カーとか、まあ、僕今こうやって見られた方で災害にじゃあついてちょっと車の方をあの購入を考えようかなと思われる方、こういうワンボックス古い年式とかでもいいですよ、うん、あのベースがある程度いいやつを買われて中をこうやってシートを外すとか、うん、今流行ってるやつであのバンコンって言ってバンタイプのやつとかあるじゃないですか。僕がなんでアルファードにしたかっていう一つあのアドバイスなんですけど、断熱効果っていう部分、この実はアルファードってここの断熱がちょっと開けますね、ここ断熱材が実はこれだけ純正で入ってるんですよ。だから底冷えをしないんですよ。バンタイプの車だったらここ鉄板になるんですよ。断熱から作らなきゃダメ。僕は元のベースがやっぱりその数百万600万これ600万700万かな、新車時がしたらそのベースから作った方が楽に作る、うんうん、まあ、一番だけ選んだのはその断熱の部分ですね、底冷えっていう、うん、あとはもうその家族がどれだけいるかっていうシーンもね変わってくるけど、まあ、僕の場合は1人、まあ、今言うて僕彼女いるんですけど、まあ、彼女と2人でこの車でそのもし災害があった時に、生きていけるっていうスタイルを一応僕はこのアルファードに詰め込んでる。じゃあ明日も元気に配信していきます。じゃあバイ。ありがとうね。お疲れ様。